じゃあ、それまでに、ビキニを落ちちゃうか。How to scat? バディヤバドゥンドゥバディンドゥダウ。ジャズっていう言葉もすごい広いじゃないですか。じゃあ何をジャズというかっていうのもさ、ジャズっぽいとかさ、ジャズを歌うって言っても、どのジャズとかいろいろ もうそうだけど、スキャットにもいろんな競技いろいろあると思うので。あるんだなと思った今。だからスキャット広い意味でやると、私もね、もともとはチャーリー・パーカーの真似したいみたいなのから始まってるし、とかエラフィッツ・ジェラルドに影響されて、その後チャーリー・パーカー大好きになって、チャーリー・パーカーの持ち出してとか、で、いかにこう難しいフレーズかっこよく歌えるかみたいな、いっぱい歌ったしとかいうところも、でもビバップももう本当ビバップ大好きな時期も通り越し、今どんだけシンプルなメロディーなんだけど、かっこよくスキャットできるかって、すごいシンプルなメロディーでかっこよくスキャットできたらなっていうところが今かな。もちろんね、難しいところもたまに入れてもいいんだけど、なんかやっぱりスピーチと同じで、こう、なんか難しい、なんか頭良さげな、なんか熟語いっぱい並べてるけど、なんか話面白くねえな、みたいな。ああ、わかりやすい。そう、あれあるもん。そう、人みたいになっちゃいがちじゃないですか、なんかテクニックやってると。じゃなくて、すごいわかりやすい言葉で、なんか言葉少ない、言葉を選んで喋ってんだけど、すごく、なんかすごく入ってくるな、みたいな、スキャットできるのが、なんか今は理想だなと思って。曲の良さがね、メロディーの良さとか。なんかどっちも、いろいろやった挙句そこに今たどり着いてるし、また子供変わるかもしれないし、ね、わかんないけれども。ビバップの曲はね、ほら、ヤードバードとかさ、やってらっしゃいました、コンファメーションとか。ね、ああいう曲とかを、じゃあ、なんか優しい単語でだけを並べてスキャットするって、あんまりなんていうかな、テーマと合わなくなっちゃうじゃないですか。そうですね。なんかそれテーはそれで。マに沿った内容でやっぱりスキャット続けていきたいから、そこはちょっと合わないとは思いますけどね。ボサノバっていうか、ブラジル音楽でもスキャットをいっぱいやってる、ブラジリアンジャズ系のシンガーも、たくさんいるので、そういう人たちに影響を受けて私もやってて。で、私はやっぱりなんか、ブラジル音楽とか、ポルトガル語とか、そのブラジルのノリとかの方が、最終的にはどっちもやってきて、なんかやっぱり自分にしっくりくるのが、自分によりしっくりくるのがそっちで。スイングのなんか私、両方歌ってみてですけど、ジャズ歌ってない時にはもちろん思ってないんですけど、やっぱりいろいろどっちも深くやった挙句、なんかスイングとか英語とかが私の体に、完全には、なんかね、常にコスプレ感があるの、私の。すっごいこうジャズ歌ってると。コスプレ感が、英語で歌ってるっていう時点で、なんか英語とか日本語じゃない言語で歌ってるっていう時点で、多分、みんなちょっと一個コスプレしないと歌えないと思うんですそうですね。よね。幕が一個かかるでしょ？ちょっと違う人になる。そうですね。でもそのコスプレ感がより強い、英語でジャズ歌う時には。ボサドバっていうか、ブラジル音楽の方がナチュラルな感じ。ナチュラルな感じ。この前、3月の雨歌ってたでしょ？いいなと思って、私も歌いたいなと思って、歌詞見たらめちゃめちゃ長かったから断念しました。 すごい。あれは死にますよ。あれはちょっとやっぱりね、喋る？やっぱもうよっぽど勉強しないと歌えない曲なんだなと思って。だからちょっと、しそうましでた。すね。私もね、あれね、一回ね、もう一回挫折して、なんか3年ぐらい寝かして、もう一回取り組んだって感じでした。いやー、メロディー、だからあれこそ私スキャットで歌おうかなと思いました。 確覚えかられないにね。から。でもあれをずっと同じような感じでちょっとだけ違うから、逆にもうメロディーだけで覚えるのも難しいかも。なんかどこが違うところなのかが、なんか何回歌ったっけみたいな。そっか。いや、あれは本当難解な曲ですね。すごいと思った、あれは。でもそう、私もだからそれで、
そっからもう随分歌ってるから今は逆にすごく楽なんですけど、あの本当に一回もう挫折したし、あとは一回なんかやっぱりライブ中にどこ歌ってるか分かんなくなっちゃって歌詞飛んで、うん、ってなってすごい、うん、やばかった事件も一回ありましたね。もう戻れなくて一回詰まるともう、もうどこにいるのか分かんなくなって戻れなくなるっていう。すごい、でもエミコさんも笑顔がいいですよね。ありがとうございます。歌ってる時の笑顔がすごい、すごい楽しい見てて。ありがとうございます。なんか下から上までなんかすごい全部同じ声で歌えるっていうのがすごいなと思いましたね。そうですか。うん、低いところも高いところもなんかその幅を感じさせない。ねえ。それは、うん、すごい楽器みたいだなと思って。ああ、いやいやいや、もう本当に。ボイトレっていうかそれはもう常に課題なので常にもうやってますね。そうなんですか。毎日やってんだってっていう。ボイトレしてるらしいよとかっていうのってね、やっぱりライブが私やっぱりライブに合わせて、そうですね、声をまたこうビルドアップ、そう仕上げていく。昔は本当に昔はもう毎日4、5時間ボイトレしてた。4、5時間。4、5時間。いや私もやってましたね。やるなっていうぐらい。2時間ぐらいかな。すごい、それは。もうしかもいつも鏡を、全身の鏡を前に置いた状態で。そのやっぱ姿勢がすごい大事なので、ずっともう自分のことばっか見てましたよ。いやでも分かります。やっぱそれぐらいなんか上手くなりたいっていう気持ちがすごいあったから、若い時は。分かります、私も道やってましたから。首がほらよく前に出てるとか姿勢悪いとかさ、なんか何が使えてないとかいろいろ言われるから、それやっぱ鏡見ないと分かんないなと思って。そうですね、もういつも鏡とにらめっこして4時間ぐらいやってました。へえ。今はもうやんない。てかもうそこまでやる必要ないからなんですけど、昔はやっぱりそういうのが10年ぐらいはやってたかな、それで。わかります。私もやってました。でもやっぱそれがやっぱりね、大事っていうか、歌は誰でも歌えるけど、やっぱそういう基礎的なところって本当、実は大事ですよね。やっぱでもそうやってすっごくやった時期っていうのが、みんなやっぱりプロでやってる人ってあると思うんで。思います。うん、だから生徒さんとか、は趣味でやってる方が多いと思うんですけど、うん、なんかなかなかできるようにならないとかなんかいろいろ言ってるけど、でも多分私ほどはやってないと思うよみたいな。で練習ね。そう思います。うん、で、いや、やってるんだよ、やっぱり練習すごくっていう。そうだと思いますね。自分に厳しい方が多いですよね、やっぱりね。そうですね。でもやっぱり好きだからね。できるね。で、やっぱり昔はそれこそ自分が上手くなればもうそれで満足っていう、だから自分のことにそれだけ時間かけてたんですけど、やっぱ自分にちょっと余裕が出てくるとね、やっぱ人に教えて人が上手くなったりとかする、そうですね、幸せを感じたりとかさ、やっとできるようになったっていうのが今。そうですね、確かにそれはすごい嬉しいですね。よかった、一緒で。いや、本当なんか本当共感するところばっかりですね。 How to scatあ、今ちょっといいこと思うんですけど、はい、イパネマの娘をポルトガル語じゃなくて英語で歌います？英語で歌えます。そしたらさ、なんか一緒にさ、私はポルトガル語で歌い、英語で歌いみたいなので、同じその一緒にこの2人で、あー、いいですね。うん、だから初めポルトガル語、その後英語でも逆でもいいんですけど、とかあと交互にこう歌うみたいな。でさ、1個ビデオ作りません？やりましょう。ワブかなんかで渡せばいいんですよね。うん、はい、それでもらって、でそれでこっちでミックスして、だそれまでにビキニ落ちちゃうから。これじゃあ今私これだけ笑いが出るってことはちょっと1ヶ月間ちょっと筋トレして。これ面白くない？ちょっと。真由美さんもよ、もちろん。私もね、塾女2人の塾女2人が水着。ちょっと面白い。
それだったらなんか海とかで撮影したいですよね。あー、だんだん夢が強くなるね。二人いるからお互いに撮影し合えるじゃん。そうだね、そうだね。あ、なんかだんだん夢がでかくなる。いや、またまた真由美さんも私もさ、ノリがいいからさ、ノリがいいからね、ちょっといい感じで撮れるんじゃないかな、外だったら。それに向けてちょっと体鍛えますよ。ロケハン行ってきますよ。ロケハン行ってくる。うん、うん、ちょっとね、いろいろなんかやりたいこといっぱいわーってなってきちゃうね。すごい。いやー、ちょっと楽しみなことです、本当に。いやー、ありがとうございました。もう本当にこれからよろしくお願いします。いろいろなんか楽しいね、企画してこう、なんか輪が広がっていくといいですね。すごい楽しみ、私も。 How to scat バディヤパトゥンドゥバディンドゥダウ。